通称産業省で作成された品議書。最終的な決裁者である大臣に至るまで多くの者のが承認の印を押している。品議書、臨議書とは品議のために作られる文書のことである。なお、官庁では起案書ということが多く、企業では品議書のほか、起案書、立案書などということもある。品議書は品議を行うための文書である。審議とは、 会社、官庁などの組織において会議の開催により消費する時間を減らすため担当者が簡易案件を作成して関係者に回しそれぞれに同意のための捺印と承認を求めることを言う原則として組織の活動における意思決定は会議による合議制で行われる例えば会社の業務執行の決定などを行う取締役会は 会社の役員自身が行わなければならず、持ち回り決議は例外的に許されるのみである。しかし、会議は時間と経費を必要とするため、日常的な業務に関する意思決定や簡易な、決裁は決裁権者を定めて一任することも多い。ただ、最終的な決裁権者にすべての判断が求められると、個々の案件についての考慮、 審査がおろそかになる恐れがある。また、決裁前に決定内容に関係する者が承認していれば、決定後の業務執行も円滑に行われる。そこで、決裁権者が決裁する前に、多数の関係者を関与させ、より慎重に幅広く考慮、審査する仕組みが、品義である。また、組織において形成された意思の内容及び、意思の形成過程は、 文書の形で記録に残すことが望ましい。これは、業務遂行上の便宜のみならず、後に、第三者から見て、監査、調査することを容易にするためでもある。会議によって、組織の意思決定を行った場合には、会議の結果として決定された事項について、会議録、または決定の要点を適視した文書が作成され、記録に残される。これに対して、品儀によって、 意思決定する場合には、まず担当者が最終的に決定される意思内容を示した文書を作成し、この文書を関係者が回覧して、承認したことを示すサイン、印を記した品議書を作成する。最終的な決裁権者は、関係者が決定内容を承認していることを確認して、決裁し、組織としての最終的な意思決定が行われる。このように、 品議及び品議書は、比較的大規模な組織の意思決定に用いられる方法である。品議書の書式は、組織により異なる。各組織の内部文書とされることが多いため、書式は、各組織ごとに、独自に定められている。下記に一例を挙げる。業務用自動車の購入について、表記の件、下記の通り自動車を購入したくお伺いいたします。キーチ配送用自動車 老朽化しており、買い替えの必要が生じたため。二価格円以下、購入先の業者名、予算は円形状してあったが、実績は円で差額が円、といった内容を記載し、見積書を添付する。また、上記のような物品購入の場合、ある一定の基準額があり、それを超える場合に、品儀書を書く企業が多いようである。また、人事移動、昇進、 契約の締結など、組織の決裁を仰ぐ、あらゆる事柄に、品議書が使われる。まず、品議を起案する本人、そしてその定席の上司、最終的には決裁権を持つ者の印鑑をもらう、ことによって、決裁とするのである。決裁権者は概ね金額によって決まる。例えば万円以上の契約の場合は、社長の決裁が、必要、といった具合に、 社内で基準を作っている。品義及び品義書は企業や組織の内部文書として総務部等の部署が保管、管理することが多い。品義書を外部の監査人が監査することもある。例えば公認会計士による監査などである。また国税局の印紙税調査でも品義書を監査することがある。契約書は内容によっては収入印紙を貼らなければならない。 そこで、収入因子が貼られているか監査するとともに、その契約を結んだ時の品議書をチェックするのである。そのため、各企業とも品議書は長期保存しなければならず、社内規定で保存期間を定めている。内容によっては永久保存する必要がある場合もある。ありがとうございます。